し。おはようございます。さあ今日も元気にやっていきます。今日土曜日ですけど、ローソンでまたコーヒー買ってきたんですけど、これね、今初めて気づいたんです。この、まあ、プルタブの部分ですか、これね、いつもこうペコッと手前に引き上げよったんですけど、これよく見たらプッシュって書いてあったんですよ。だからこれ、あ、押し込んでこれ使うんだと思って。そう、セブンの分はこうひっくり返すパターンの分なんですけど、このローソンのやつはね、押し込むパターンでね、そう、なんぼね、こっちに起こしてもすぐこっちになんか戻ってきよったんですよ。で、おかしいなと思ったらね、よく見たらこれプッシュって書いてあって、もう何回も、もう何十杯と飲んできたけど、今初めて気づきました今日。うん、うまい。よし、じゃあここね、いつもの光町のローソンにおるんですけど、今日8時半に中区中町の方に入れ替えに入るんで、とりあえず袋町公園の横までまた移動しようと思います。それで袋町公園の横でちょっと止まって時間潰して、8時半前に現場に入ろうと思います。今7時21分です。今日土曜日なんでスコスコだと思うんで、はい、10分もあれば着くんじゃないかな。はい、移動かけたいと思います。しゃ、出発します。できたんじゃね、多分新しく。
昨日はここ、昨日も通りましたけども中央通りです。はい、今日はちらほらなんかこうやって敵屋さんが昨日の片付けとか今日の準備を仕込みをされるんですかね。ちらほら人影が見えますけど、まあ広島は住んのってもね、東華さん意外といかんもんですよ。うちからまあ行こうと思えば、まあ電車でどうじゃろう、広島駅まで15分ぐらいで、広島駅から市内電車、ちんちん電車で、まあ、10分も乗っときゃこの辺まで来れるんですけど、なかなか行きませんね。わざわざ人混みに出向く気にならんかな。まあ若いアベックとかね、ああいうのが行くんでしょう、やっぱり。もう一回行けばね、もう十分です。はい、この三河町ぐらいまでですかね、屋台が出とるのは。多分これもね、決まっとるんでしょうからね、ここまでですよって。そうそう、もっちりポテト食いたいね。うちは昨日久々にね、次女が体育祭だったんで、まあ、それのお疲れ様っていうことで浜寿司に行ってきましたけど、うん、あんまり食べんかったな俺も。つぶ貝2皿、ヤリイカ2皿、あと何食べた、あともう一皿何か、アジ一皿食べて、でラーメン一杯食べて終わり、そんな感じでしたね。今週この通りは1回撮っとるな、ね、今週2回目かな、この辺来るのは。はい、袋町公園の横に到着しました。今地域の方かな、これはなんか清掃員の方が掃除をされてますけどね。空き缶とかね、いろいろ捨ててあるわね。やっぱり酔っ払いとかが捨てて帰るんでしょうけど、新聞紙とかね、まあそれを朝からせっせと掃除してる方がいるわけでね、ほんと。なんかやっとんかな、これローストコンフィって何？なんかここもなんかお店が出てますね。あ、トーカさんのやっぱ関連だね。浴衣コレクション出演者受付とか書いてあるね。ちょっと見えるかな。袋町公園。ほら、浴衣コレクション出演者受付とかね。方で金彩。あ、ここもちゃんとこういうなんかブースがいっぱいあってね、イベント会場みたいになっとんだわ。あ、うまそう。そう、俺昨日これ買って帰ってね、缶のやつ結局飲まんかったんですよ。あ、キムタクがおらんね。島根県大田市岩見銀山、うまそう。あんまりね、大きい公園じゃないんですけど、街中にあるんで。
ビール500円あんなもんか。散策終了。今日はなんか曇って仕事もしやすそうな天気ではありますね。夕方から雨みたいで、で明日が日曜が朝から雨なんで、明日ね息子の試合なんですけどね、ソフトボールの、ちょっと中止になるかもしれない。現場出ました。8時34分です暗いでしょ。ここめちゃくちゃ天井低いんですよ。出口が何箇所か誰かがぶつけて穴が開いとるしね。よっしゃ、何メーター、多分 2.3 ぐらいしかないんじゃないかなと思うんですけど、結構カツカツです。だから廃材もね一緒パンパン詰めれんのんですよ。ここの現場はもうコンテナの面からどうだろう10センチ上がりぐらいで押さえてないともう天井当たってしまうんで、で照明とかがあるんでね、あれぶつけちゃいけないんで、そういった現場です。はい、サクサクっとね入れ替えもできました。めっちゃ段取りがいいんですよね。もう監督さんがね一人ついとってんですけど、もうコンパネをね2箇所仮置きするとこへねコンパネを引いてくれとってからね、めちゃくちゃ段取りがいい、スムーズに作業ができます。で積み荷もねほぼほぼ面状態なんで、シートもかけやすいし、高さだけ気をつけて出れば問題ない現場ですね。はい、ちょっと窓全開で走りますもん。だからよくパチンコ屋さんの駐車場とか、あと街中のね建物の地下に入っていく現場とかね、ああいうとこは結構ビクビクしながら降りていくことがありますね。上大丈夫かな。でスプリンクラー、ああいうね大きな施設はスプリンクラーも設置されとるんで、もうあれ引っ掛けたら大事ですからね。スプリンクラーとか消火栓とかね、なんかいろいろ引っ掛けたら大事なんで、たまに行きます。そういう現場もねたまに行くんで、もちろんそういうとこはねコンテナ下ろして作業もできんし、もうコンテナ背負ったまんまで積み込みして現場出るみたいな。今のとこはね中に奥に入ればねもう吹き抜けというか何もない青空のとこなんですよ。青空天井、そうで、そっからまたメイン道路へ出るのに一回あこくぐらんといけんのんですよ、駐輪場をね。そんじゃけんやっぱりどっちにしても高く詰めれるんですよね、ゴミが。まあ本当なんか背中がゾクゾクするような思い、ちょっと首とねこの肩をこうすぼめながらね走るような感じですよ。わあこれすごいな、このバス、これ EV バスだって初めて見た。 EV ですよ、AV じゃないです、 EV バスね、初めて見たわ。かっこいいね、なんか近未来な感じ、ちょっとなんか消防車に見えたわ。今の広島バスなんでメインカラーが赤色なんでね、ちょっとなんか消防車両かなって思いましたけど、一瞬後ろから見たらね、バスもどんどん EV 化されていくんですね。はい、私もいつか EV トラックに乗る日が来るのでしょうか。分かりませんが、今後のことなんてもう全く分かりませんがね。はい、じゃあ今日はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。